はい、みなさん、こんにちは。エポペジャポンのチャンネルへようこそ。今日、また登山に行きます。で、今日もまた箱根のところですね。今回は、金時山に登ります。みんながご存知だと思いますが、まあ、金太郎さん、または、坂田金時と関係している山ですね。まあ、あそこにも、金時神社がありますので、それを紹介しようと思ってます。まあ、皆さんが金太郎の人物についてもう私より詳しいだと思いますので、そこまで説明する必要ではないので、とにかくビデオでこの場所を紹介しようと思ってます。で、今日結構雲がまああるので、もしかしたら上に着いたら富士山が見えないかもしれないんですけれども、まあ祈るしかないんですね。じゃあレッツゴー、皆さん頑張りましょう。先ほど金時神社のところお参りしましたんですが、まあ、みんながご存知だと思いますけれども、この登山道はまあ、金時山まで行くんなんですけれども、その山ではまあ、昔々金太郎または坂田金時まあ、住んでいたらしいなんですけですから、まあ、楽しみですね。面白い話だと思います。なんか雰囲気がちょっとね、本当に存在した人物かどうかは分かりませんけれども、まあ、ちょっと感動してますね。まあ、その金太郎がそこの山に住んでいて生まれましたしね。ただ金太郎という人物は実際に静岡県に生まれたんですけれども、まあ、そちらの登山道と、後ろの山、まあ、関係しているらしいなので、とても興味深いんですね。本当に存在した人物かどうかわからないけれども、まあ、ちょっとワクワクしてる。じゃあ行きましょうか。レッツゴー皆さん。
ついに着いたんですね。金太郎さんが、お母さんと住んでいた石ですね。まあなんでだろうな。でもめっちゃでかいんだね。本当にすごい素晴らしい。でっかい、本当にでかい、大きい。多分今、前にあるのは大涌谷だと思います。本当に素敵な景色です。綺麗。そろそろ山頂に着くだろう。もう疲れた。結構きついんですね。金時さんの、コースは、かなり、きつい。まあ初心者には、まあまあまあまだ大丈夫だと思うけど、やっぱ運動不足で、結構きついんですね。でさっきすごいいい景色があったんですね。大涌谷が見えたと思いますが、本当に綺麗だった。まあ本当に箱根は素敵なところですね。もっと場所を発見したいんですね。いろいろ見つけたいし見たいし、じゃあ続けましょうか。
残念ながら今日富士山が見えないんですね。もう曇ってる。残念だ。今日登った時はもう富士山が見えるかと信じてたんだけど、もう残念ながらもう曇ってる。また今度天気を見てまた来るだと思います。やっぱりそこから富士山の写真を撮りたい。結構いい景色なので、また今度チャレンジとして戻ると思います。まあ少しがっかりしてる。ただ、本当に景色的にはやっぱり最高だな。2, 3, version finale. En japonais, on reprend pour la version 2. はい、では皆さんもう降りましたんです。もうきつかった。もう死んだ。大変だったんですけれども、楽しかった。本当に楽しかった。残念ながら山頂に着きまして、曇ってて、もう富士山全然見えなかったんですね。多分今夏だから、雲が起きて通ではなくて、もしかしたら、冬にまたここに来て、富士山の撮影をしようと思ってます。じゃあそれで皆さん、また今度ビデオを載せようと思ってますけれども、最近あまりビデオを撮ってないので、カメラの前で話すのはちょっと難しい。また今度、仕事次第、ビデオを載せようと思ってますけれども、それで皆さん、また次のビデオにお会いにしましょう。グッドとかチャンネル登録とかお願いいたします。じゃあまたね。エポペジャポンのグレゴリでした。